食事を全然取らんそうだな。ダメじゃないか。二階堂。杉本が死んだと鶴見中尉殿から聞かされて以来、抜け殻のようなのです。ずっと布団をかぶって出てきません。ほらほら、出ておいで、二階堂。ちゃんと食べたらご褒美にモルヒネをやるぞ。顔出した。ほら、食べなさい。早くお箸持って。鶴見中尉殿。二階堂は右手が吹っ飛ばされてます。フォーク持ってきたぞ、二階堂。ちゃんと食べたらご褒美にモルヒネをやるぞ。見てます、見てます。出てきた、出てきた、鶴見だ。あは、おお、有沙閣下。今日は二階堂君に贈り物があるよ。新しい手だよ。おお、二階堂見てみろ。素晴らしい手じゃないか。見てる、見てる。有沙閣下、この義手はただの義手ではないのですよね。もちろん仕掛けがあるよ。めちゃくちゃ見てます。中指の関節を開くとお箸入れになってある。